トム・ヌックが結構ゲームの中で欲深いっていう風に言われてるっていう話なんですけれども、彼は本当に欲深いのだろうか、はい、そしてなぜそういう風にこう性格がにじみ出ているのかということについてなんですけど、どう思います？そうですね、あの確かにあの今までだとあのやっとこう自分でローンを返して、うん、で返し終わったよって言ってタヌキチのトムヌクのところに行くと、うん、こう運を言わさず増築を進められて、うん、絶対強制的にまたローンを組むことになってたんですけど、うんうん、ただ今回はその一度ローンを払ったとそのどれぐらいまで増築するかも割と自分の自由で決めれるので、うん、あのそういう意味では前より優しいかもしれないです、うん、あともともとそのまあ欲深そうなんですけど、うん、ローンのその手数料とかも取らないですし、うん、そうだね、あの期限も別に採策もされないし待っててくれるので、うん、そういう意味ではすごくあの住民のことを信頼してくれる、うん、こう優しいキャラクターだと思うんですが、ね、そうそう、欲深いって言われるとかわいそうだなっていう感じがするよね。で、あとタヌキのキャラクターなんで、はい、なんでタヌキなんだろうっていうふうに思ってるユーザーの人もいるかなと思うんですけど、日本ではねタヌキのこう信楽焼の置物っていうのがあって、お店にお客さんがたくさん来るようにっていうような、はい、ある種こう商売の繁盛のシンボルみたいな、うん、そうそう、そういう風なんで置物とかがあって有名だし、やっぱりそういうおなんだろうな商売繁盛っていうのを願ってるんで、はい、なんか欲深いっていうよりかはなんか熱心なんで、ね、うん、であともう一つなんでタヌキなんだろうっていう話があって、うん、で日本にはあのタヌキとかキツネが人を化かすっていう、なんだろうね、迷信というか、なんかそうですね、うん、なのでこう葉っぱをお金に変えて人にこう、はい、ちょっといたずらしたりみたいなことがあるんで、うん、動物の森の中でも家具とか相手の葉っぱに変わって、はい、こう持ち運んだりできるっていうようなのは、そういう日本のちょっとした昔話から来てるっていうのはあるんだよね。はい、